デジタルモンスターデジモンクロスウォーズデジモンクロスウォーズ超デジカ対戦デジモンクロスウォーズ超デジカ対戦は2010年8月5日より稼働したデータカードダスの一つ第5弾よりデジモンクロスウォーズ超デジカ対戦ジェネラルストライカーズにリニューアル第7弾で終了となった2010年7月6日よりテレビ朝日系列で放送されている デジモンシリーズのテレビアニメ、デジモンクロスウォーズを題材にしている。カードは、前作では、デジタルモンスターカードゲームを元にしていたのに対し、本作のカードは、全くの別物である。ほとんどの操作は、筐体中央の太鼓のようなデジモンデバイス、ドンドコモンを回して操作する。また、中央のボタンで決定。 もしくは攻撃の際にタイミングよくボタンを叩いて敵のダメージを高くするなど用途も多数ある。カード裏には AR コードと呼ばれる QR コードが記載されておりデジモンクロスアリーナやデジモンクロスローダーなどと連動している。2011年4月14日稼働の第5弾からはジェネラルストライカーズの副題が付けられた。第7弾をもってサービス終了となった。 最初に一人で遊ぶ、二人で対戦する、カードを購入するといった選択肢が表示される。次に、プレイヤーの分身となる、ジェネラルを選択する。ジェネラルによって、兵隊デジモンの D スキルが異なる。次に、ステージ選択を行う。ステージによって、敵の強さが変わり、難易度はそれぞれ表記されている。敵を倒して進軍して、 敵を全滅させると勝利となる。第3弾からはさらにデジメモリーカードも登場し、スキャン時に伝説のデジモンの特殊効果を発動できる。左と真ん中と右のデジモンの配置を決める。その際にカードスキャンを行えるが、カードが足りない場合は、シャウトモンやアグモンなどテロップで表記されているデジモンを先頭に出せる。 ターンごとに敵軍と戦うデジモンを選択してバトルが開始される。ジャンケンの領域で勝敗によって攻撃を与えたりダメージを受けたりする。グー、チョキ、パーといった手によって攻撃が異なる。最初にジェネラルコマンドを選択し攻撃、防御、命中のどれかを上げる。ジェネラルの能力によって上昇数値は異なる。デジメモリーカードをスキャンしていた場合は コマンドは出現、選択することで発動させることができる。次にデジモンコマンドを選択する。前回までは1ターンにつき1匹ずつを選んで攻撃させる形だったが、5段からは1ターンですべてのデジモンに指示を下す方式に変更された。選択できるコマンドは、ジェネラルコマンドで選んだコマンドか、デジモンが持つ属性のどちらかしか選択できなくなった。 ジェネラルコマンドと同じ属性を持つデジモンだった場合は、一属性しか選べず手が読まれやすいものの、ジャンケンバトルで打ち勝てば、相手の反撃を封殺できる、クリティカルヒットのコマンドチャンスを発動させることができる。それぞれ専用カラーのクロスローダーが設定されている。デジモンクロスウォーズ過去作品からの登場ゲスト、出演であり、全員デジモンクロスウォーズの世界に来たことを戸惑う。 描写がある。一部オリジナルのデジバイスがイラストに含まれるキャラクターもいるが、使用アイテムはクロスローダーで統一されている。三原子は第五弾からジェネラルの選択は削除。案内役として登場。デジモンクロスアリーナとは2010年8月頃より設置のカードゲーム機とは別の無料でプレイできるゲーム筐体。超デジカ対戦とも連動しており、 カードや関連商品記載の AR コードを使いバトルができる。デジモンクロスローダー用のスロットもあり、2010年10月のバージョンアップより、クロスローダーで育成した全リーダーデジモンが召喚可能となった。なお、設置店舗は超デジカ対戦と同一ではないため、どちらかしか設置していない店舗もある。2011年2月26日に、 家庭用ゲーム機として、テレビに接続デジモンクロスアリーナも発売。遊び方筐体にあるカメラから AR コードをスキャンすることで、モニターにデジモンが召喚され、バトルプレートを動かすことにより、画面上のデジモンを操作する。攻撃、防御、回避といった行動ができ、タイムアップまでに相手の HP を例にすると勝利となる。AR コード拡張現実とも呼ばれる。 デジモンクロスウォーズシリーズではカードや関連商品付属のデジメモリに記載されている専用の QR コードを指す。AR コードがない場合は制限時間を過ぎるまで待つかバトルプレート裏にある AR コードでも参戦可能。カメラの解像度が高くないためうまく画面フレーム内に AR コードを収めないと認識しない場合がある。ありがとうございます。